この動画では急性膵炎の画像診断、特に病態と CT を中心にお話ししていきます。急性膵炎は比較的出会う頻度が高い疾患ですけれども、重症の症例の場合には適切な管理をしないと死亡率が高い疾患でもあります。また急性膵炎では造影 CT を用いた重症度判定というのがありますので、放射線技師が非常に関わる疾患の一つになっていると思います。今回の動画の目標としては、急性膵炎の病態について知ること、そして CT における画像所見がメインですけれども、そのような画像所見について知ること、また今回のメインテーマである造影 CT を用いた重症度判定について理解することを目標にお話ししていきたいと思います。キーワードについては、これらのキーワードについてお話ししていますので、これらのキーワードに興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それでは症例を見ていきたいと思います。64歳男性で、主訴は真下部図多圧、血中の水酵素の上昇があった患者さんの症例です。単純 CT で、膵臓の周囲、特に膵頭部の周囲に脂肪色の上昇、毛羽立ち像が見受けられます。膵臓は後腹膜に位置している臓器で、周囲の脂肪に浮かんでいるようなイメージの臓器ですけれども、脂肪というのは単純 CT で通常このような低信号になりますが、炎症が起こり水がたまるとこのような高信号、脂肪色の上昇が見受けられます。また膵頭部が非常に腫大しています。そして腎臓の前には全腎房腔というスペースがあり、膵臓はその全腎房腔にありますけれども、その部分の液体貯留も見受けられます。その後、造影 CT が行われ、膵児室層では、この膵尾部の造影効果と比較して、膵頭部とこの大動脈の左の端っこよりも少し手前の膵体部に造影不良域が見受けられます。また、冠状段を観察してみると、単純 CT で見た全腎房腔の液体貯留は、この腎臓の下棘よりも下まで達していることが分かります。真下部痛と圧痛があること、水酵素の上昇が見受けられること、そしてこれらの画像所見から重症の急性膵炎と診断された症例でした。急性膵炎、アキュートパンクレタイティスは、急性の膵の炎症ですけれども、活性化された水酵素が膵臓と周囲臓器を自己消化して起こる急性の炎症疾患とされています。膵内ではトリプシノゲンとキモトリプシノゲンがありますけれども、この状態では消化の反応は起きず、十二指腸に排泄されるとトリプシンとキモトリプシンに変化し、この活性化、つまりタンパク質分解酵素に変化することによって食べ物を消化することができます。この活性化の変化が膵内で起こってしまい、自己消化が起こるというのが急性膵炎のメカニズムです。原因にはアルコール性、胆石性、特発性の3大要因があり、重症の場合は多臓器不全や膵壊死によって致死率が高い疾患です。多臓器不全が起こると、自己消化によって生じた化学物質が血流を介して運ばれ、ショック、呼吸不全、急性腎不全などを引き起こしてしまいます。本邦では急性膵炎診療ガイドラインに基づいてマネジメントされ、治療としては絶飲食による膵の安静、輸液、鎮痛剤や膵酵素の活性を抑える薬剤の投与、重症例では集中治療、つまり臓器不全対策や感染予防、栄養管理、合併症の治療が行われます。症状と血中膵酵素についてまとめます。急性膵炎の初発症状に関しては、腹痛、嘔吐、発熱、排物、食欲低下などの順番で頻度が高いです。腹痛に関しては、上腹部痛、真下部痛が特に多く、膵臓は割と背中側に近い臓器ですので、それらの痛みだけではなく、排物が起こることもあるということに注意が必要です。血中膵酵素に関しては、急性膵炎の診断には血中リパーゼの測定を推奨するとされています。血中膵酵素に関してはリパーゼやアミラーゼがありますが、アミラーゼは唾液などにも含まれるため、より膵臓の特異度が高いリパーゼの測定を推奨しています。ただし、血中リパーゼの測定が困難な場合は、血中アミラーゼを測定することを推奨するとも記載されています。正常値の3倍をカットオフ値にした場合の感度と特異度はこのような表になっており、リパーゼの場合にはアミラーゼよりも感度が高いという特徴があります。
急性膵炎の診断基準について見ていくと、上腹部に急性腹痛発作と圧痛がある。血中または尿中に水酵素の上昇がある。超音波、CT または MRI で膵に急性膵炎を疑う異常所見がある。の3つの診断基準があり、これら3つのうち2項目以上を満たし、他の膵疾患及び急性腹症を除外したものを急性膵炎と診断します。ただし、慢性膵炎の急性増悪は急性膵炎に含めるとされています。これらからわかる画像診断の役割としては、急性膵炎を疑う異常所見を拾い上げること、他の膵疾患と急性腹症を除外すること、そしてこちらが一番重要ですけれども、造影 CT を用いて重症度判定をすることの3つが画像診断の役割としてあります。重症度判定の一つの方法として予後因子があります。バイタル、呼吸状態、腎機能、血球数、年齢などを総合的に評価していきます。評価項目としては、アシドーシスやショックになっていないか、酸素分圧が低下していたり、呼吸不全はないか、腎機能は低下していないか、LDH の上昇、つまり組織障害は起きていないかなどをチェックしていきます。こちらの表では予後因子が3点以上で重症と評価されます。もう一つの重症度判定の方法として、造影 CT を用いたグレードがあります。こちらの重症度判定の方が放射線技師に関わる重症度判定であり、こちらのスライドが今回の動画で一番大事なスライドになってくると思います。こちらの方法では、炎症の膵外進展度と、膵の造影不良域を用いて点数付けしていきます。1点以下をグレード1、2点をグレード2、3点以上をグレード3とし、こちらのマトリックスで評価していきます。こちらが炎症の膵外進展度。こちらが膵の造影不良域となりますが、覚え方としては、このような 3×3 のマトリックスを頭で描き、0点の左上の部分はグレード1、最高点の4点の右下はグレード3、そしてこのように斜めにグレード1、グレード2、グレード3が並ぶと頭で思い浮かぶと覚えやすいと思います。こちらの重症度判定では、造影 CT グレード2以上を重症の急性膵炎とします。この後実際の症例で確認していきたいと思います。それでは、ここまで基本事項を整理したところで、もう一度症例を振り返っていきたいと思います。今回の症例の主訴は、心下部痛と圧痛でした。急性膵炎の診断基準の1番、上腹部に急性腹痛発作と圧痛があるという項目はこちらで満たしています。また、血液検査では、水酵素であるリパーゼとアミラーゼが非常に上昇しています。よって診断基準の2番目の、血中または尿中に水酵素の上昇があるという項目も満たしています。急性膵炎の診断基準では2項目以上で診断がついてしまいますので、この時点でこの方は急性膵炎という診断がついてしまいます。よってここから先の画像診断、つまり CT の役割としては、他の急性腹症を除外すること、また造影 CT による重症度判定が非常に重要ということになってきます。急性膵炎の画像診断にあたり、CT の前にまず腹部レントゲンを撮るか、もしくは CT を撮るためのこのような1期目画像を撮ることになると思います。このような1期目画像にも実はたくさんの情報があり、例えばこの部分は胃に入ったガスですので特に違和感はありませんが、その下に黄色の矢印で示す小腸のガス像が見受けられます。こちらは異常所見でセンチネルループサインと呼ばれるサインです。限局性の小腸の拡張像とされ、このようなガスが溜まって腸が拡張している所見というのはたくさんの説が言われていますけれども、例えばこの部分で炎症が起き、その部分の炎症が及んだ腸の部分が前動運動が低下しガスが溜まる麻痺性リウスを基準とする性症であったりとか、もしくは炎症が小腸に波及し小腸の内腔が狭小化します。肛門側が狭小化すると圧が高まりますので、口側の小腸が拡張し、このようなガス像が見えるという説明の仕方です。小腸にガスが溜まるセンチネルループサインに対して、こちら、横行結腸ですけれども、結腸にガスが溜まるサインのことをコロンカットオフサインと言います。結腸の拡張プラスガスが途中で途切れるサインということで、こちらの部分でガスが途切れています。基準はセンチネルループサインと同じで、麻痺性イレウスを基準とする説明がなされていたり、もしくは同じく肛門側の
内腔が炎症によって狭小化し、口側の結腸が拡張するという説明が多かったです。このような CT の前の1期目画像でも急性膵炎を示唆するたくさんの所見を読み取ることができます。さらに画像を深読みしていくと、コロンカットオフサインというのは下行結腸でよく見られる所見ですけれども、今回の症例は下行結腸ではなく、こちらの横行結腸で見受けられました。このことから考察されるのは、膵炎による炎症が尾部ではなく膵頭部中心に及んでいるということが考察されます。膵頭部に炎症が及ぶことによって、この部分の結腸の内腔が狭小化し、口側の圧が上昇することによって拡張しているということが考察されます。このように単純の腹部レントゲンや CT の1期目画像で急性膵炎を予想する所見を見受けるだけではなく、この後の本番の撮影の膵炎の炎症の範囲まである程度予想することができるため、このような1期目画像などからたくさんの情報を読み取る癖というのをつけておくと良いと思います。続いて炎症の膵外新天動について見ていきたいと思います。通常膵臓というのは後腹膜に位置しており、そのような位置的な解剖についてはこちらの動画を参照していただきたいんですけれども、後腹膜にある膵臓というのは通常脂肪の周りに浮かんでいます。脂肪というのは CT でこのような低信号となっているわけですけれども、今回の症例では膵頭部が非常に腫大しており、その周りのこのような脂肪組織が黒くなく非常に毛羽立っており、高信号になっていることが分かります。こちらは脂肪式の上昇といい、炎症を示す重要なサインとなります。こちらの部分にも脂肪式の上昇が見受けられますけれども、さらに注目していただきたいのがこの部分の液体貯留となります。こちら解剖的にどのようになっているのかというと、膵臓がこの位置にあり、腎臓があるんですけれども、腎臓の周囲のスペースを腎周囲腔といい、それよりも前にある膵臓があるスペースというのは前腎膀胱といいます。前腎膀胱と腎周囲腔は前腎筋膜、ゲルタ筋膜と呼ばれる壁で境界されており、こちらのゲルタ筋膜というのは通常見ることができないくらい薄いものですけれども、このような急性膵炎などの炎症が波及していくと、そのようなゲルタ筋膜の飛行が見受けられたり、またこちら炎症による滲出液と考えられますけれども、このような液体貯留をせき止めている像を見受けることができます。このような前腎筋膜、ゲルタ筋膜によって、例えば膵臓に炎症が及んだ際に、他の臓器に炎症が波及しないような堤防のような役割をしている筋膜ということになります。よって、この膵臓の炎症によって滲出液が前腎筋膜によってこのようなせき止められているというのは、急性膵炎を見る上で重要な所見の一つとなります。急性膵炎診療ガイドラインの造影 CT による重症度判定では、このような炎症の膵外新天動を3つの項目に分けています。膵臓のいる前腎膀胱にのみ炎症が波及している場合を0点、そしてこちらの画像ではこの部分に横行結腸が見受けられますけれども、横行結腸の周りに液体貯留や脂肪式の上昇が見受けられます。このように結腸間膜根部と呼ばれている部分まで炎症が波及している場合を1点と評価していきます。さらに炎症の範囲が広がり、このような腎臓の下側、腎下棘胃炎までこのような液体貯留が及んでいますけれども、そのような場合を2点と評価していきます。今回の症例ではこのような腎下棘胃炎まで炎症が及んでいるため2点と評価されるわけです。また、これは撮影する放射線技師側の話ですけれども、このように重症度判定で腎臓まで炎症が及んでいるということを評価する必要がありますので、膵臓の撮影だからといって膵臓周囲を撮影するだけではなく、必ず腎下棘胃炎まで撮影範囲に含めるということが大切になってきます。続いて膵の造影不良域の評価について見ていきたいと思います。造影不良域の評価としては、40秒前後の膵実質相と120秒以降の静脈相で評価していきます。こちらで共に CT 値が30から 40HU 以下の部分は血流不全もしくは壊死を疑う所見となります。こちらの症例では膵体部と膵尾部のこの部分に関しては正常に造影されていますけれども、膵頭部と膵体部の一部で造影不良域が見受けられます。この部分が壊死に陥っている可能性があるわけです。
水蒸気窒素と静脈層両方で評価していく理由についてですけれども、水蒸気窒素では造影不溶液があり、静脈層では造影されている場合があります。そのような場合には壊死に陥っているのではなくて、単純に血流が不足している状態ですけれども、ギリギリ血流が賄われている状態と考察することができます。また、発症初期にはこのような造影不良域があっても、壊死には完全に陥っておらず、虚血の段階で済んでいる場合もあるため、発症4から10日後に再検査が必要な場合があるということも頭に入れておくことが重要です。このように造影 CT の水蒸気窒素と静脈層を用いて造影不良域の評価を行っていきます。水位の造影不良域に関しては、各区域に限局または水位の周囲のみにある場合は0点、2つの区域にかかる場合は1点、2つの区域全体を占めるまたはそれ以上の場合を2点と評価していきます。今回の症例についてまとめると、炎症の水害進展度に関しては腎下局胃炎まで達していたため2点、水位の造影不良域に関しては水頭部と水体部2つの区域にかかっていたため1点となり、合計3点、3点以上ということでグレード3の重症急性膵炎と診断された症例でした。こちらのマトリックスを見ながらしっかりと評価していくわけですけれども、このように炎症の水位が進展だと造影不良域をしっかり評価していくのが造影 CT を用いたグレード分類ということになります。造影 CT による重症度判定では造影不良域の有無が問題となりました。急性膵炎の分類としては間質性不正膵炎と壊死性膵炎に分かれます。間質性不正膵炎は膵周囲組織の急性炎症で、造影不良域はない、つまり組織壊死はない病態のことを言います。それに対して壊死性膵炎は膵実質およびもしくはあるいは膵周囲組織に壊死を伴った炎症とされています。そのような症例でこのような造影不良域が起こります。こちらがなぜ危険なのかというと、感染やその他の合併症のリスクが非常に高く、死亡率が高いというのが問題となります。壊死物質が貯留などしていくと非常に危険ですので、ドレナージやネクロセクトミなどのインターベンションが行われる場合があります。よってこのような間質性不正膵炎と壊死性膵炎を鑑別することは治療方針を決める上で非常に重要です。続いて急性膵炎の治療について見ていきます。急性膵炎と診断された場合には入院化療を行います。呼吸循環モニタリングを行った上で、初期治療として絶食による膵の安静、十分な初期輸液、鎮痛剤による痛みの管理を行います。胆石が原因の胆石性膵炎の場合には、胆管結石が原因で膵液の流れが悪くなってしまうため、内視鏡的処置を行い結石を除去します。具体的には胆管結石を取り除く内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査 ERCP や、このような胆道が狭くなっている場合にこの部分を切開して流れを改善する内視鏡的乳頭括約筋切開術 EST が行われます。重症例では診断後48時間以内に経腸栄養を行ったり、また合併症がある際にはその合併症の管理が必要です。壊死性膵炎による壊死物質処理が起きた際には、このようなドレナージや壊死物質を除去するネクロセクトミーと呼ばれる処置が行われる場合もあります。壊死性膵炎やそれに伴う合併症などについては今後の動画でさらに詳しく扱っていく予定です。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は急性膵炎についてお話ししましたが、病態と CT を中心に解説しました。造影 CT による画像診断では重症度判定が特に重要でした。このようなマトリックスに基づいて評価されますけれども、こちらの重症度判定が行えるような適切な造影 CT を行うことが放射線技師にとって大切になってくると思います。また、腹部レントゲンや CT を撮る前の1期目画像からセンチネルループサインやコロンカットオフサインなど様々な情報が得られることについてもお話ししました。また、造影 CT では壊死の有無によって間質性不正膵炎と壊死性膵炎に分類できました。また、我々は撮影するだけではなく、真核部や血中水硬層などの臨床症状などを常に評価していきながら、画像だけではなく医師と同じような発想で検査をしていくということが非常に重要になってくると思います。以上が今回の動画内容のまとめとなります。
動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。